大物メジャーリーガーの通訳として華々しく活躍した孝太郎。15日放送の TBS 系バラエティ番組、爆報、ザ・フライデー、毎週金曜19時20時に登場。新たに女性としての人生を歩んでいる彼の激変人生に迫る。2003年、300人を超える報道陣の前で行われた。読売ジャイアンツからメジャーリーグのニューヨークヤンキースへ移籍した松井秀喜選手の入団会見。3年で約25億円という破格の契約の裏で活躍したのが石島孝太氏、当時40歳だった。石島氏は父親が通信社の特派員だ。子供の頃からロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルスなど海外での生活を長らく経験。美大を卒業、当初はアートディレクターとして活躍していたが、1988年、福岡ダイエーホークス、現福岡ソフトバンクホークスから通訳、障害担当としてオファーされ入団。ホークスでは若手選手のアメリカマイナーリーグへの派遣、現地でのマネジメントなどを手がけ、その後は埼玉西武ライオンズでも通訳、障害を担当。そして1997年、ニューヨークヤンキースの環太平洋事業部長に、ヤンキースに入団した伊良部秀輝投手の通訳を務めた。伊良部の他にも、野茂英雄や吉井正人ら多くのメジャーリーガーの通訳として活躍。時には矢面に立ち彼らを支え、カリスマ的存在となっていった。そんなカリスマ通訳、石島氏が今、日本に激変人生を送っていると知り、番組では取材を依頼。2003年の松井秀喜選手の入団会見から16年、石島氏との待ち合わせ場所へ向かうと、当時とは全く違う風貌の石島氏が、現在、57歳となった石島氏。彼は新たに女性としての人生を歩んでいたのだ。かつてはアメリカで年収が2000万円以上もあるカリスマ通訳として活躍。アメリカ人の女性と結婚し、3人の子供にも恵まれた石島氏。一体、なぜ女性になったのか？そして女性に変わった、どんな暮らしをしているのか？輝かしい経歴、そして誰もが羨むような幸せな方。彼がそれらすべてを手放してまで女性になったのには、驚きの理由があった。そして女性になることを決断した石島氏には、様々な、そんな彼の心を救ってくれたのは、なんと、元メジャーリーガーのある人物だった。果たしてその人物とは一体誰なのか。今回、番組で全てをさらけ出し語った孝太氏。そこにはある思いが、波乱に満ちた新たな人生を踏み出している孝太氏の激変人生に迫る。